はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲーム動画でいこうです。スターウォースポケットですね。緑の巻き場をガチャ、復刻ガチャというのがございます。こちらですね、緑巻き場王とか、里見アマゾンとか、二頭ニクスとか、が引ける。で、アドマイア孤児院とか、全く、巻き場王世界とは関係のない馬も、引くことができるようになっております。でもう一つ、緑巻き場王復刻ガチャというのがあって、こちらは、カスケードが 1%、その他、まあ、これで、SSR で 14% と多いように見えるんですが、ただし、これ金をつけないといけないのは、ここなんですよね。このガチャからできる SSP 以上の株券は、生産には使えませんということで、生産に使うのではなく、パートナー調教、馬を、鍛えるときに、アーセウマ的に使うような、時に使う。爆発力とか、気象アップとか、勝負根性アップとか、マーク屋っていうのもあるみたいですね。先にですね、この復刻ガチャやってみるかな。さあ、何が出るかな？笑顔見せてか。もう一度引いてみましょう。いらないな。さあ、もう一回。なるほど。状況で言うとですね、アマゴワクチンだったかな、二頭ニクスじゃない。なんか、ここに出てない馬を引いたんですよね、面白馬。なので、全く別の馬が引かれてしまうんで、ビアナクーだ。これを引いた。これは持ってるんですよ。調教専用馬券で。スピードアップの効果も期待ということで。スピードって何だったっけな？瞬発力と勝負根性は、そうか。スピードアップは短距離向きっていうことじゃなかったかな。こちらは持ってるんですけど、なんか特殊確率があるみたいですね。変幻自在とかマーク屋とか、二枚腰とか自由自在とか。マーク屋とか面白いんだけどな。まあ、ノーマルのガチャを引きましょう。今、701持ってるんで、充電を2回。おっと、なんか来る？来そうですね、SSR。さあ、なんだ？おー、二頭ニクスをゲット。トールポピー。これだけかな。 7% なんでね、全く引けないケースも結構あるんで。おっと、しかし、おっと、二頭ニクス二
二つ目ゲット、二頭ニクスをなんと二枚も引いてしまいました。やったー、すごいなー。二頭ニクスですよ。まあ、売りません。ヘイダークイーンか。で、もう一回10連ガチャをやって終わりたいと思います。あー、ダメっぽい。ペルーサが出てきましたが、それだけですね。結局2頭ニクス2つ。まあ、それでも割合としては悪くないです。何も出ないケースあるかもしれないですからね。まあそうですよね。二頭ニクスを強化したいんだが、ここら辺はやっぱりそううまくいくわけではない。 SH デラックスガチャも行ってみましょう。あ、ダメっぽい。ダメ。金のヒヒマズゾを手に入れたよ。というわけで、ガチャをやりましたね。まあ、予想以上の結果です。に、二頭ニクス2枚ならまあいいんじゃないでしょうか。回復ドリンクとかいろいろ手に入れてるよな。あんまり使わないんですけどね、回復ドリンク。そんなにヘビーにやるわけじゃないんで。じゃあ、二頭ニクスを合体させましょう。リンク合体というわけで。シンカリオンですね。お、なんか、すごそう。特攻 200% って書いてるよ。二頭ニクスのみ、つけたいと思います。これでレベル13になるんだ。で、あとは、まあ、ここにいる、まあ、全部つけたろ。もう31になるんですね。レベルが上がった方が、種付けして欲しくれやすくなるんで。レクレドール、雪の、牝馬も10頭あんのか。これでレベル53まで上がった。ああ、フルになるんだ。じゃあ、わざわざ。まあ、ここまで止めときましょう。もし二頭ニクスが出てきたら、血つければいいですから。結構揃ってきましたね。一応、戻った。
一応今友達が、29人おります。で、私のプレイヤー ID がこの BLN33008 になります。もしよかったら友達申請していただければ嬉しく思います。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。はい、チャンネル登録まだの方、登録していただければ嬉しく思います。また高評価、コメント、SNS や拡散、ブログ、ツイッター、いつもの通り、はい、歓迎しております。よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。